タッチングスレート。今回紹介するタッチングスレートは視覚障害者の子どもたちがお絵かきを楽しめるおもちゃです。必要なのはマジックテープ、毛糸のほか、いらなくなったものをリサイクルして作れます。まずはじめに段ボールに接着剤を塗ります。マジックテープの硬いフックになっている方をくっつけます。これでお絵かきボードの出来上がりです。次にいらなくなったフィルムケースの底に穴を開けます。筒の両端に小さな穴を開けます。片方の穴に V 字の切り込みを入れましょう。ゴムに太めの針金を通します。ゴムに毛糸の端を結びつけましょう。ペンの後ろをカットし、ケースの穴に押し込んでください。もう片方の毛糸をペンの中に通します。フィルムケースに針金を固定しましょう。釣り竿のように回転させることによって、毛糸がゴムに巻きつきます。最後に毛糸の先端を玉結びしましょう。さあ、早速ペンを持ってスレートの上に恐竜を描いてみましょう。子どもたちは目が見えなくても毛糸を感じ、何を描いたかを知ることができます。毛糸を巻き戻して、今度はお花を描きます。このように描いては巻き戻して、何度でも好きな絵を描くことができます。このタッチングスレートは、視覚障害者の子どもたちと一緒に遊べる画期的なおもちゃとして愛されています。ぜひ試してみてくださいね。